ワン、ツー、スリー、フォー。みんなで一緒にピース。ここからそこまでピース。おじいちゃんもおばあちゃんもピース。よろしくおね、ピース。瀬戸康史のマイクラ PC 実況。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史のマイクラフト実況です。わわわ、ケーブル絡まりをです。こんにちは。今回はすごいことしますよ。これが成功したらかなり俺嬉しいよ。いきます。ちょっと緊張してます。私見ててね。まずですね、一個報告です。豚さんが、いなくなりました。いなくなってました。ちょっと仕込みプレイしてるときに、なんか外出ちゃってたんだよね。で、気づいたら、いなくなってました。うん。なんで、また出てきたときのために、これ家残しておきましょう。そして、まずですね、皆さんにご覧いただきたいものがあります。まず、この座標を見てください。下のブロックってところが見やすいから、36816311135、これ覚えておいてください。いきます、入ります。はい、ここが私の出てきた地点です。座標見てください。4576414となってます。マイナス144ね。これって何かっていうと、さっきの数字をちょうど8分の1した数字になってるんです。また戻ります。まあ、前から言ってたようにですね、ちゃんとこの座標っていうのが、通常の世界と、ネザーで、ちゃんと対応してるわけです。ね。で、ここで1枚の画像をご覧ください。どうぞ。はい。今ご覧いただいているのは、僕が戻りたいと思っている、海辺の僕がでかい家を建てた村の座標です。見ると、2336、Z 軸がマイナス714、みたいな感じになってると思いますが、今の僕がいるところほぼ、36821142だから、 X 軸だけで1000以上離れちゃってるわけですよね。だから行くのはすごい大変。ただネザーの中で、その前の村に対応した座標っていうのは8で割ればいいわけですから、2336-714を8で割ると 292-90 っていう地点になるわけです。だから、ネザーの中で移動すればすごく短いわけです。ということで、皆さんにご覧いただきたいもの、二つ目ございます。昨日、ちょっとね、頑張りました。いきますよ。まあ、この時点ですでに違うなって思った方は多いと思うんですが、石の半ブロック、ハーフブロック敷き詰めました。松明での湧き潰しがネザーではできないらしいので、こうやって物理的にもう湧かないようにしちゃうということで、ハーフブロックを置きます。で、今私がいるのが46064-144で、海辺のね、前の村に対応した場所、292-90ですね。うわっうわっ、びっくりした、めっちゃビビった。あぶれ、お前ちょっとマジヤバいぞ。豚はぶっちゃくない。俺はぶってないよ。ちょっとどけ。危ねえ。豚さんぶっちゃダメだからね。いきます。こっちです。座標見ててくださいね。今、464。で、64抜かして、-143ですけど、これが292。292-90 のところに行けばいいわけです。いますよ。はい、怖いね、ここね、めっちゃ怖い。こう頑張りました。ハーフブロック敷き詰めて、瀬戸康史頑張りました。ここは敷き詰められてない。なんか豚ちゃんが迷い込んでます。こんにちは。君は豚ないからね、豚だけ。さあ、もっと行きますよ、もっと行きますよ。ちょっとここ怖い。まだちょっと完成してないんで、ただ貫いただけなんで完成してないです。そしてここちょっとマグマがあったんで上に避けました。赤ちゃんみたいな声聞こえるのちょっと怖いんだよね。
こちらでございます。ここの座標を見てください。X 軸292で、 Z がマイナス90、ここです。だからここに対応したネザーゲートを作ればもう私村に帰れます。すごいよね。大した距離じゃなかったでしょ。今また戻るけど見てくださいよ、これ大した距離じゃないのよ。なぜならネザーは現実世界の8分の1のサイズしかないからです。8分の1って大したことねえな、ないんじゃないかなと思ってたけど、意外とすごい。つうかネザーめっちゃ小さい。ネザーの中で動き回れば現実の世界でいろんなところに行けるわけですよ。っていうことに今さら気づいてね、このスケール感の小ささ。ネザーの中で動くってことは現実の世界でものすごく動いてるってことなんですよ。なので、これからネザーゲートをこのネザーの中で作ります。そこがちょっと俺不安なんだけど、今日はネザーゲートをネザーの中に作って元の村に帰る。あら、あら、これ豚ちゃん半分来てる。あ、あ、ちびぶた、ちびちゃん来た、ちびちゃん来た。なんだ、なんだよ、よいしょ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 、こいつ捕まえるの難しそうだな。よいしょ、よいしょ、え、なんすか、なんすか。でも出ちゃったんだよね、前のやつ。なんすか、出ちゃったってなんすか。出ちゃったってなんすか。よいしょ、よいしょ。お、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 よいしょ、泳ぎに行こうと。おーい、どうだ。やるな、お主。よし。うまくいくかな。はい、おはようございます。では何するかというと、黒曜石を持ってかなきゃいけない。またバケツ組んでやってっていうのをネザーでやるのはちょっと大変なんで、もうここでダイヤ放出します。ダイヤ3個かな、1、2、3、ダイヤ3個放出して、ここで、あーもったいないな、めっちゃもったいない、貴重なダイヤ吊橋を作ります。いいよね、これでいいよね、いいんだよね、これで。火打ち石と内金はもう持ってます。これで黒曜石を削りに行って、何個、何個必要、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 最低10個だから10個。どこから取ってくるかというと、前に行ったね、洞窟いっぱいね、溶岩の上に水をまいて、たくさん黒曜石作り出しました。いきます。ダイヤツルハシって黒曜石10個に耐えられるのかな。そんなヤバじゃない、ダイヤツルハシ。はい、この辺ですね。はい、たくさんあります。ここ取っちゃいましょう、10個。あれでもこれさ、やったらプシッて溶岩出てくるんじゃない。いきます。うわうわうわ、9秒かかるからね。あ、いった。おお、初めて入れた黒曜石、これ10個だな。なあ、うわ、危ねえ、これ超むずいよ。これ水を敷いておけばいいのか、この状態でやればいいんだ。おー、危ねえ、これこれこれ、この方法ですよ。いいね、これ頭いいね、これ。危ねえ、ほんと時間かかるな、これ危ねえ、頭いい、賢い俺。はい、10個になりました。とりあえず今回これでいいだろう。あ、もうこれでいいんだもん。意外と早く黒曜石ゲットできちゃったから、もうこれで向こうに行ってネザー経由で前の村に戻って、今日は終わりですよ。今日ちょっと早めに終わることになっちゃうかもしれないな。いやー、すっきりするよ。そしたら私すっきりですよ。それでは行きましょう。これいけちゃうんじゃない、マジでね。え、理論上はもう完璧だから、完璧そうだから。イルマだ、なんでやねん、なんでやねん。なんかね、ネザーの敵キャラは結構難しい、捕まえるのが。一瞬で消える、一瞬で消えるわ。まあいい、行きましょう。とあー、セーフ、あー、ちょっとカメラずらした。成功するかな、よし、行くぞ。こちら、できないね。よし、この辺の道もね、整備したい、そのうち整備したいね。よし、意外とすぐなんだよね、8分の1だから。はい、こことかいない、面白いよね。こことかガラス張りとかにしたい、ガラス張りとかにしたい。よし、そろそろだ、
完璧な位置に立てたいな。292-90。でもまあ大体この辺にあればいいよね。でも一マスずれるってことは、ネザーで一マスずれるってことは現実の世界で8マスずれるってことだから、だからここに作るのか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 ですごい広がるわけですよ、差が。だからちゃんとやろう。ここですね。じゃあここに作るよ。決めた。ここに作ります。高さに関してはネザーは8分の1とかって特にないみたいです。だからちょうどその辺の高さ、68の高さに出るみたい。だから睡眠が64だからちょうどいいぐらいだと思います。じゃあここでいっちゃう。ダイヤつらし持ってきてないから慎重にやりましょう。コンコンだね。はい。で、ここ壊して壊してラック置いて置いて3個ね。3個いけないな。これ4が出てきたらやばいな。これちょっと上掘り危険なんだけど、やっちゃいます。これがね、私のね、本当にちゃんとしたゲートになりますからね、今後。とりあえずこんな感じでいいかな。じゃあここに3個3個置きます。緊張すんな。と2、3、1、2で、ここにラックを置いて、ここに2個だね。1、2、OK! 完成しました。じゃあここに火打ち石と内金でつけますよ。せーの、ドン。おっしゃ、できた。で、こっからですよ皆さん。ちょっとお掃除しよう。こっからですよ。ちゃんと前の村に戻れるのかどうか、ネザーから無事帰還できるのかどうか。あー緊張する。ちょっともったいぶりたくなっちゃう。楽しみなんだよめっちゃ。じゃあ行きますよ水崎さん。前の村にな、俺たちが家を建てて住んでる村に戻るぞ。行くぞ。せーの、タッ。さあ来い。あ、どこ。やったやったー、めっちゃジャストじゃん。めっちゃジャストじゃん。懐かしい。ゴーレムさん、ゴーレムさん、久しぶり。お久しぶりです。あー、守っててくれた。ゴーレムです。久しぶり。ゴーレムさん、久しぶり。ご無沙汰しております。ねえ、今日も一日パトロール。よく守ってくれましたね。今日もパトロールですか。そうです。パトロールです。ありがとうございます。うわー、懐かしい。守っててくれた。ありがとうございます。お久しぶりです。え、私の村、家大丈夫でしたこれ。あ、ね、あ。ね、汚くなってないですかね。ああ、やったー、ちょっと。大丈夫。バッチリですよ。計算通り。すごくない？完璧じゃん。こんな完璧なことってある？ちょっと俺ん家に傷ついて、わあ、便所だ、便所だ、便所さ閉めとこうか。うわ、ちゃんと作ったね俺。ちゃんと開くようになってる。あ、ここで、ここでも開くんだ。ここで開くのおかしくね？トイレットペーパーをそくた開くっておかしくね？ありがとうございます。本当にお風呂場を作ろうとしてたんだ。そうだそうだ。いや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 、お家見たくなっちゃった久々に。いやー懐かしい。何回ぶりだろこれ。変なやついない、変なやついない。いやー帰ってきた、帰ってきたわ。こう久々に帰ってきて村人がちゃんと待っててくれるってのはいいよね。いいねいいね。はい、バッツリでございます。バッツリ、ここは、村が滅びております。バッツリ滅びておりますね。私が滅ぼしたんです、新しい村を作るためにね。よっしゃ。じゃあ、お、いい家できてんな。何気にいい家できてるわ。よっしゃ。いやー、ゴーレムさん本当にありがとうございました。どういたしまして、ね、じゃあちょっとこっからもう一回こうやって、おお、すごいいい位置にできたじゃん。ものすごくいい位置に。しかもこっちにできるネザーゲートはちゃんと四隅もちゃんとこう黒曜石作ってくれてるんだね。
戻ってみましょう。イエーイ。でこう戻ってくると、うわ、ネザーめっちゃ役立つじゃん。ネザーの凄さってこれなんだね。はい、これであっという間に着きました。キモ行く？あ、キモ行く？助かります。さようなら。どうもありがとうございました。はい、ということで、あっという間にこのメサ地帯に来ることができました。いやー、素晴らしい、素晴らしいですね。ネザーの素晴らしさを知ったところで、今日はこの辺で終わり方にしましょう。次回からどうしようかな。ちょっとネザーの行き来しやすいようにね、敵に襲われないように、まあ道とか整えつつ、ちょうど次どうしようかまた考えていきたいと思います。それでは以上、瀬戸康史でございました。じゃあの。はい、どうも皆さん、今日もやってまいりました、トルさんレディオのおじさんでございます。お時間でございます。 DJ はもちろん私トリです。はい、今日もたくさんのお便りいただいているよ。全部で7通いただいてるよ。ありがとう皆さん、ありがとう。7人の皆さん、ありがとう。ということで今日も早速お便り行ってみましょう。鳥取県から、ラジオネームチキンカツさんからのお便り。最近マインクラフト PE がアップデートしたようなんですが、その変更点について一つ質問です。チキンジョッキーという新しいモブが追加されたようなんですが、その姿を見ると、ちょっと言いにくいんですが、鳥さんの背中の上にゾンビが乗っているように見えます。このモブについて、鳥さんは一体どのようなご意見をお持ちでしょうか。お聞かせいただけますと幸いです。はい。今まで黙ってはいたんですが、ついにこのことについて聞かれてしまいましたので、私の意見を述べておくことにします。率直に言いまして、私怒ってます。非常に怒っております。このことについて、私はこのマインクラフトを作っているモヤン社にも問い合わせております。ただですね、まあ正式な回答が得られていないと同時に、もう勝手にアップデートが進められておりまして、スマホ版がこういう形で変更されてしまいました。もうこれは解約としか言いようがありません。なぜ鳥の背中の上にゾンビが乗っているのか、これは鳥に対する差別ではないのかということで、今モヤン社にもういろいろ送りつけております。最後はその裁判的なものにも持ち込もうと思っておりますので、これからちょっと戦っていくつもりであります。もしかしたら今後アップデートでこのチキンジョッキーになる、最悪のモブ、変更になってなくなることになるかもしれませんが、まあそうなったら私が勝ったということで、皆さん喜んでいただければと思います。それでは今回ちょっと怒ってしまいましたが、トリさんのメールをこれからもよろしくお願いいたします。スマホ版のマインクラフトは絶対やらないでください。それではジャーバット。